て、もう夏もすぐそこだなという感じがしてますけども、今日の1通目はトラコちゃんという、阪神ファンの方からいただきました。私の住んでいる吹田には、万博公園があります。ここには年中お花があり、梅林や桜並木、これからは日本庭園のツツジです。花の丘には季節によりポピー、コスモス、その他チューリップ、スイレン等々、とても素敵です。あ、いいですね。年に 2,3 回主人と訪れていたのですが、今年の2月主人は癌で永眠いたしました。とても悲しいです。たけしさんの歌をタブレットで聞いて慰めております。そこで冬のひまわりのギターバージョンをリクエストしますと、トラコちゃん82歳の方、大の阪神ファンというトラコちゃんからリクエストいただきました。今年の2月にご主人がお亡くなりになった。2月じゃね、まだまだ寂しい日が続くと思いますけども、でもね、トラコちゃんのことをいつも天国で見守ってくれてると思ったらね、心細くないな、そんな風に思っていただきたいと思います。それでは今日はね、天国のご主人、そしてトラコちゃんにこの冬のひまわりギターバージョンをお届けしたいと思います。それでは聴いてください。松原武史で冬のひまわりギターバージョン。風に吹かれて春を待つ。
送りしたのは松原健で冬のひまわりギターバージョンでした。